はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日は8月3日水曜日です。はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、何が言いたいかと言いますと、はい、うん、暑いですそういうこと、はい、びっくりした。もうね、暑い暑いって言ってると暑く感じちゃうんで、うん、暑く言うのをやめようと言ってたね、前もね。はい、7月の真ん中辺で言ったんですけど、そんなこと言ったって暑いのでね、なかなかね、難しいところがありますけれども、はい、もうね、こうしてる間にも汗かいてくるんで、どんどんね、本題に行きたいなと思うんですけれども、はい、今日は8月3日はちみつの日です。はちみつ、はい、あ、8月3日、うん、はちみつ、はい、あ、まあ今日も語呂合わせですねそうですね、はい、大体まあシンプルな語呂合わせが最近多いですけれども、うん、はい、はちみつといえば、まあ、蜂の蜜ということで、まあ、世界中にある食べ物じゃないかなと思います。うんうん、うん、食べ物っていうのかな、まあ飲み物っていうのかな食べ物ですかね。そうですね、はい、で、まあそのままなので、語呂合わせで蜂蜜の日ということなんですけれども、ちょっと僕今日蜂蜜の日のお話というよりは、うん、蜂蜜で作るその食べ物の、例えばレシピとかですけど、が、日本だとあんまりないんじゃないかなと思ってまして、はあ、確かにね、うん、で皆さんの国とか地域とかで蜂蜜をどういうふうに使ってるのかっていうのをちょっと教えていただきたいなっていう回にしようかなと思ってるんですよ。あ、それいいですね。はい、まず僕が思う一番今までよく食べたというか、蜂蜜の、まあ、思い出レシピなんですけど、僕の中では、うん、風邪をひいた時に蜂蜜と、大根おろしを混ぜて、そこに、生姜を入れて飲むみたいな、ほう、があるんですよ。へえ、はい、もうほぼそれです。なんかすごく体に良さそうな食べ物ですね、はい、もちろん蜂蜜自体をパンにつけて食べるとかそういうのもありますよ、うんうん、でも僕の中のイメージはその風邪をひいた時に作るその蜂蜜大根生姜ドリンクみたいなものが一番印象が強くて、うん、でうちにあった蜂蜜もほとんどそのためにあったみたいな感じなんですよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。あさみちゃんは1個あげるとしたら何ですか？私はね、一番使っていたのはそうだな、ホットケーキにかける。あー、なるほどね、まあ、パンケーキとも言いますけど、はいはい、日本のホットケーキっていうのは、まあ、うん、パンケーキですね。そうです、世界で言う、はい、それによくかけて食べてました、はい、うん、そういうイメージありますね、確かに。そうそう、ホットケーキの上に四角いバターが乗ってて、その上からこう蜂蜜がこうトロトロっとかかってる、うん、で横からこうちょっと落ちてるみたいなね。そうそう、まあ、確かにそれありますね、うん、でも僕実際それを食べたっていうのは子供の時はあんまりなかったですね、うんうんうん、でも確かに言われたらそうだなと思いました。さっき言ってたね、飲み物にするのはよくあります。あ、うん、一番使いますね、うん、そうですね、そうですね。で、まあ僕が今ね、皆さんに教えていただきたいなって思うのは、蜂蜜を使った料理とか、うん、まあ、あとは飲み物でもいいし、まあ、デザートでもいいんですけど、まあ、そういうのをねちょっと教えていただけたらとても嬉しいなと思いまして。もうぜひ教えてほしいです、うん、僕ら外国行くと結構蜂蜜とか買いますよね。そう、お土産にね、うん、買って帰るんですよ、はい、結構マーケットとかに行くと蜂蜜とか、あとはジャムとかが、なんて言うんだろう、日本より美味しいものが日本よりすごく安い金額で手に入るっていうのがあって、うん、
まあどこに行ってもそういうの買うんですけど、僕ら蜂蜜の中で僕が一番思い出あるのは、もう結構前になっちゃいますけど、2019年の夏にイタリアとかを中心にその写真を撮りに行った時に、スロベニア、そうです、はい、スロベニアの、蜂蜜をたくさん買いましたね。買いました、はい、はい、結構車でね、レンタカー旅行だったんで、もうたくさん買えるだけ買ってしまえという感じで、でスーツケースの中にいっぱい詰めて、で持って帰ってきたんですけど、あれはね本当にすごく美味しかった。美味しかったですね、うん、有名だしね。そうそう、うん、でまあ多分世界見たらその蜂蜜が有名なところって結構あると思うんですよ。そう、ニュージーランドに行った時もね。ああ、ニュージーランド買いましたね。そう、有名なんでね、はい、買いましたよね、はい、いや大体ね僕らそういうところに行って蜂蜜とかを買ってくるとやっぱ日本のより全然美味しいんですよ。そうだね。そう、だからちょっとずつね、ちょっとずつちょっとずつ使って食べるんですけど、うん、うん、ね、日本でも美味しい蜂蜜売ってるんですけど、すごい高いんですよ。そうなんです。大体でもそれは本当にそういう今言った例えばニュージーランドとか、あとスロベニアとか、あと他のまあそういう産地があるじゃないですか、そういうところから輸入したやつを高く売ってるんですよ。おうん、だからもうね、とんでもないお値段なんですよ、うんうん、だから食べれない。そうだね。しそうじゃない安いやつも売ってるんですけど、なんかね味が違うんですよ、うん、僕が好きな味じゃないんですよね。なのでまあなかなか最近は買えずにいるんですけど、うん、まあでももしそれが手に入った時にはなんかこういう風にして食べたら美味しいよっていうねのを教えていただけるととても嬉しいなっていうふうに思っています。はい、はい、やっぱりねこう Easy Japanese Podcast は皆さんと食べ物の話をするチャンネルですからね、まあ、それがほとんど、はい、メインになってますが、はいはい、まあ、それが僕らも楽しいし、まあ、皆さんもなんかお互いにね、あ、そういうのがあるんだなってい こう情報交換ができたらとてもいいんじゃないかなと思っているんで、ぜひ教えてください。はい、はい、ということで、今日ちょっと短めなんですけれども、8月3日はちみつの日ということで、はちみつのお話をしました。今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではでは。